園の一番高いところに天の中心をなす雨の水上主の神がいらっしゃる高天の原というところがありました。その頃の地上世界はまるで水に浮かぶ油さながらクラゲのようにふわふわと漂うばかり。そこで呼び出されたのがイザガキ、イザナミという男と女の神様でした。雨の水上主の神はお命じになりました。この漂える地上世界を美しい姿に整え固めよ。イザナキとイザナミのお二人は天界と地上の間にかかる雨の浮き橋にお立ちになりました。そうして遥か下界の混沌の中に、それはそれは長い矛を差し下ろし、この世に誕生したのです。